ウルグント族、ウルグント族、英語、バーンディス、ラテン語、バージェンディオネイス、または、ウルグント族は、スカンジナビア半島から、ボーンホルム島、ボーンホルム、コノルド語による、古い表記ではバージェンダーンは、後に、ヨーロッパ大陸へと移住した東ゲルマン諸語を話す、ゲルマン人である。ソースタインズサーガバイキングスソナー、バイキングの息子トルスタインの冒険団で別ィ、 ヴィセティが住ンた島が、ウルグントの小島、ホルム、すなわちボーンホルム、ボーンホルムである。また、アルフレッド大王による、オロシウス、著者の古英語翻訳では、ウルグントの土地、バージェンディランドという名前を使っている。スウェーデンの詩人であり、初期の神話学者でもあるビクトル・リュードベリ、ビクトール・ライドバーグ、1828年から1895年は、中世初期の文献。 ウィタ・シギスモンドに基づき、ブルグント族は、自らの起源がスカンジナビアであると交渉していた、と述べている。ブルグント族が、スカンジナビア起源であるとする伝承には、地名や、考古学上の証拠による裏付けがあり、その伝承が正しいと考える人も多い。タキトスの著作を含む初期のローマ文献は、スカンジナビアについて考えもしなかったためか、 ブルグント族がどこからやってきたのかについて何も語られていないタキトスはスカンジビア民族のスイオーネス族については言及している。ブルグント族が初めて登場するローマ文献によると彼らはライン側の東に居住していた。初期のローマ文献ではブルグント族は他の東ゲルマン諸民族の一つに過ぎないと考えられていた。300年頃、 ブルグント族の島の意味する名前を持つ、ボーンホルム島から突如人々の姿が消えた。ほとんどの共同墓地が使われなくなり、少数のいくつかの墓だけが使われるようになった。369年、ローマ皇帝ウアレンティニアニュス一世は、他のゲルマン民族、アラマン部族同盟との戦争で、ブルグント族の支援を受けた。 6世紀中頃のゴート族の歴史家ヨルダネスによると、この時代のブルグント族は、ビスワ川流域に住んでいたらしい。アラマン部族同盟との戦争後、しばらくした後、ブルグント族は、ゲピード族の王、ファスティガに敗北し、ほぼ全滅した。その約40年後、ブルグント族は再び登場する。406年から408年にかけて、 西ローマ帝国の将軍スティリーコが西ゴート族のアラリック一世との戦いのための兵を引いたのを機に北の部族がライン川を越えてローマン帝国の領域に侵入したゲルマン民族の大移動。その中にはアラン人、バンダル族、ツエビ族、そしてブルグント族がいた。ブルグント族は西方に移住してライン谷に定住した。ブルグント族は東部地域のどこかで 本来の多神教から、キリスト教で異端とされたアリウス派へと改修した。アリウス派への改修は、キリスト教国である西ローマ帝国との間に生じた疑念と不信言となった。この分断は500年頃には解消されることになるが、ブルグント族の王の一人である、グンドバとガンドバドは、ビエンヌ大主教、アウィトゥスと、個人的に親しい関係を維持した。グンドバトの息子で、 後継者のジギスムンとシギスモンドは自身がキリスト教徒であり、この頃までにブルグント族の多くがキリスト教へ改修していた。当初、ブルグント族はローマ人と険悪な関係にあった。ローマ帝国によって他の民族を守るために利用された一方で、辺境地域に侵入し彼らの影響力を広げていった。411年。 ブルグント族の王グンダハール、ガンディハー、ガンディッカーは、アラン人の王ゴールと協力して、海儡皇帝、ヨイヌス、ジョビネスを擁立した。彼の支配下にある、ガリア人皇帝の権威によって、グンダハールは、ラウター川とナーエ川の間のラインガーサガン地域に、定住し、ボルムス、シュパヤー、ストラスブールの各都市を支配した。後に、皇帝ホノリウスは、 急戦協定の一部として公式にそれらの土地を与えた。ホエレラティローマ帝国の同盟者としての新しい地位にも、かかわらず、ウルグント族は、ローマのガリア・ベルギカ北部地域を襲撃し、436年に、ローマの将軍、アエティウスが奮族の傭兵を呼び入れると、霊国にもそれらの地域を滅ぼした。437年、奮族の傭兵は、 ボルビト・マグースやボルムスといった、ケルト系ローマ人定住地の首都と共に、ラインラント王国を滅ぼした。グンダハールは大部分のブルグント族と共に、戦闘で殺害された。紛属によるボルムスとブルグント王国の破壊は、後に、ジョジシ・ニーベルンゲンの歌の一部となる、英雄伝説のテーマとなった。さらにそれをもとに、ワーグナーが、ニーベルングの指輪を書いた。その物語では、 ボルムスに、グンテル、王、キングガンサーイコール、グンダハールと、女王、プリュンヒルトが王宮を構え、ジーフリと、北欧神話におけるシグルズが、クリエムヒルトに求婚するという構えになっている、ジーフリと死後のクリエムヒルトの再婚相手、エッツェル。エッツェルはアッティラがモデルとされ、エッツェルは、その、アッティラのドイツ語読みである。文献ではその理由を見つけることができないが、 ブルグント族は再びフォエデラティの地位を与えられ、443年、将軍、アエティウスによって、サパウリア、地域に、再び移住させられた。正確な場所は定かではないが、サパウリアは、現代のサボイに対応し、ブルグント族はおそらく、ルグドゥヌム、ラグデューナム、現代のリヨンの近隣に住んでいたと考えられている。グンダハールの息子と考えられている新しい王、グンディオク、 ガンディック、ガンデリックは、父の死により支配権を確立した。歴史家プライン、プラインは、軍利獄は、ソーヌ、ドーフィネ、サボイ、及び、プロバンスの一部の地域に君臨した、と述べている。軍利獄は、ビエンヌを、ブルグント王国の首都と定めた。534年に、フランク族によって王国が滅ぼされるまで、計8人のグンダハールや出身のブルグント王が、支配した。 王国滅亡までの最後の10年間、ウルグント族は、ローマの同盟者であった。451年、アイティウス、西郷ト族とタブ族と共に、カタラウヌブの戦い、別名、タルーニャ平原の戦いでアッティラ戦った。455年、サーブ族と戦うため、グンディオクと彼の兄弟キルペリク一世は、西郷トをテオドリック二世にスペインまで随行したが、これは、 ブルグント族と西モート族の同盟がいかに協力あったかを示している。インフィドックチビバードンディオダドの曖昧な記述によると四百五十五年バンダル族によるローマ略奪に先立つ混乱の中無名のブルグント族のリーダーが裏切りローマ皇帝ペトロニウス・マクシムスを殺害したらしい。貴族リキメルもまた非難された。この事件はブルグント族と リキメルの関係を示す最初のものである。リキメルはおそらく軍利欲の義兄帝で、軍土場との叔父であったと考えられている。明らかにブル軍と族の権力は増大し、456年には地元のローマ元老院議員と領土拡張と権力分担と交渉した。五十七年、リキメルは他の皇帝、アウィトゥスを破ってマヨリアヌスを大いにつけたが、 この新しい皇帝は、リキメルとブルグント族にとって役に立たなかった。即位の翌年、マヨリアヌスは、ブルグント族が2年前に得た土地を奪った。さらに独自の行動を行う兆候を見せたが、461年、リキメルによって殺害された。その10年後の472年、西ローマ皇帝アンティミウスの婿となったリキメルは、グンドバトとともに、岐阜の殺害を策略し、 グンドバトは皇帝を斬首した。リキメルはオリブリオスを皇帝に任命したが、驚くべきことに二人とも二ヶ月以内に病死した。グンドバトは彼のおじリキメルの貴族そして皇帝擁立者としての地位を継承し、グリケリウスを定位につけた。474年にはブルグント族のローマ帝国に対する影響力は失われていた。グリケリウスは ユリウス・ネポスにより単位させられ、グンドバトは、おそらく彼の父グンディオクの死によって、ブルゴーニュと戻った。この時あるいは少しの後、ブルグント族の王国は、グンドバトと彼の兄弟である、ゴデギゼル、ゴダジャイゼル、キルペリク二世、シールパリックイー、ゴドマール一世、グンドマール一世によって分割された。トゥールのグレゴリウスによると、グンドバトのブルゴーニュ帰還後、 数年にわたり、流血による権力の統合が行われた。ウンドバトは、彼の兄弟キルペリクニ世を殺害し、その妻を溺死させ、娘たちを追放した、娘のうち一人は後に、フランク族のクロービスの妻となり、夫をカトリックへ回収させた。この出来事については、グレゴリウスの年代記における多くの問題点を、指摘したベリー、ベリーによって議論されている。 500年頃に、グンドバトとクロービスとの間に戦争が起きると、グンドバトは、彼の兄弟ゴデギゼルの裏切りにあった。ゴデギゼルは、フランク族に参加した。ゴデギゼルとクロービスの軍は、グンドバトの軍を粉砕した。グンドバトは一時的にアビニオンに身を隠し、再び軍を召集することに成功した。グンドバトがビエンヌを略奪し、在、ゴデギゼルと、その多数の部下が死んだ。 これ以降、グンドバトは、ブルグンと王国の唯一の王として登場する。文献では、触れられていないが、これは、彼の兄弟、ゴドマールは、すでに死亡していたことを示している。グンドバトとクロービスは和解したが、初期段階でのクロービスの勝利の結果、グンドバトはその進化となることを強いられ、507年に、西ー都族のアラリック二世に勝利した際は、フランク族協力した。 この激変の間、483年から501年までの間に、グンドバとは、レックス・グンドバが、下記参照という法典を発布した。それは、レックス・ビジガー・ソーラムを元に書かれたもので、前半部分が発行された。自身への権力集中後、501年から死去する516年までの間に、グンドバとは、法律の後半部分を発行したが、 それはよりブルグント族本来のものであった。ブルグント族はその力をガリア南部、つまり現代のイタリア北部、スイス西部、フランス南東部へと拡大させていった。四百九十三年、フランク王国の王クロービスは、ブルグント族の王女クロティルダ・キルペリク二世の娘と結婚した。クロティルダはクロービスをカトリック信仰へと改修させた。 ブルグント族は6世紀初頭に西ゴート族に対抗するためにクロービスのフランク族と最初に同盟を結成したが結局534年にフランク族によって滅ぼされたその後はメロビング朝の一部としてブルグント族の王国が作られブルグント族自身も同化していった数字はザイーネン文献ブルグント族は ゲルマン民族から受け継いだ三つの法典を残した。レックス・バージェン・ディオナム、ブルグント法典あるいは、レックス・グンドバダ、グンドバト法典としても知られる、リバー・コンセトゥシャナム・サイブ・レックス・グンドバダ、グンドバト法典のための憲法の本は、483年から516年にかけていくつかの部分に分けて発布された。発布は、主として、グンドバトが、一部はその息子、 ジギスムントにより行われた。それは、ブルグント族の監修法であり、またその時代における多くのゲルマン法典の典型でもあった。特に、レバーは、ビジガーソーラム、西元族法典から借用され、後の、レックス・リブアリア、リブアリア法典に影響を与えた。レバーは、当時のブルグント族の生活と王の歴史を知るための主要な文献の一つである。 多くの他のゲルマン民族と同様に、ブルグント族は、各民族に合わせた法律を運用することを伝統的に認めていた。このためグンドバトは、レックス・グンドバダに加えて、ブルグント王国でのローマに関する諸問題のための、法律、レックス・ロマーナ・バージェンディオナム、ブルグントイコール、ローマ法典を編纂した。これらの法典に加えて、グンドバトの息子ジギスムントは、後に、 プリマ・コンスタトゥーテを発布した。ブルグント族は、現代フランスの地域名である、ブルゴーニュ・バーガンディにその名を残している。6世紀から20世紀までこの地域の国境と貴族は、しばしば変更されてきたが、いずれの変更も本来のブルグント族とは、無関係だった。ブルグント族、バーンディンスという名前は後世に作られたものであり、より正確には、 ブルゴーニュ地方の住民を示すが、そのブルゴーニュは、ラテン語でバージェンディオネイス、ブルグントと呼ばれた人々に由来している。今日、ブルグント族の末裔は、主として、スイス西部とフランスの近隣地域に見ることができる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。